3対3で勝負しよう。いいよー、いいよ。ということで、はい、その後衛3人組 VS 前衛3人組、うまく分かれてるで、はい、まあ、今回は対決していこうかなと思います。いいよいいよ。はい、はい、じゃあ行きましょう。ありがとうございます。で、あのね、動画の後半にも説明するんですが、はい、またまた今年もやってまいりました、 K スポーツの福黒。おーおーおー、匂わせ匂わせ。あれ知らんけど、なんか似合ってる。まあこちら動画の後半でね、あのいろいろ説明したいと思いますので、はい、とりあえず勝負していきましょう。よいしょ。じゃあ早速やっていきましょう。よいしょ。せーの、レッツゴー。あゆ太郎チャンネル。作戦は何ですか、そっちの。超攻撃型トライアングル。じゃあこっちは超守備的トライアングルでいきます。おー、じゃあ守りに行くぜ。守りが勝つか攻めが勝つか。ホコタテですよ、ホコタテ。ホコタテだってフェイスの前やな。フェイスの前。俺はできると思ってる。俺はできる。俺はできると思ってる。最強のホコ VS 最強の守備、どっちが勝つのか。絶対負けないぞ。若干トライアングル。危ない危ない。でもこれ。ちゃんとルールはしっかりします。いきますよ。はい。いきます。さてさ、攻撃。アタックで、モレさん真ん中。
ばい。これやばい。あゆ太郎チャンネル。はい、お疲れさまでした。何なのよ。何なのよ、本当に。勝った、勝った。勝った、勝った。今日の敗因わかります？何？まあ、そうっすね、確かに。社長。ちゃんと、ちゃんと謝るんだ。ごめん、ね、真ん中にしたやつが悪い。なんか悪いな。攻め合いだよ。こっちうまくやってたのになんか。そう、すごいよかったっすよ。めっちゃ腹立つ。まあ、さらにやるとプラスとマイナスがあるってことやな。そうですね。なるやつらもいるし。そうですね。マイナスがあるんだよ。はい、ということで、オープニングで言ってた通り、はい、こちら、Kスポーツの福袋が予約は開始されております。まあ、去年もやって大好評だったので、うんうん、まあ、今年もさらに豪華な商品がいっぱい入ってるとのことなので。じゃあ今、僕、中見えてますけど、めちゃくちゃすごいっすよ。これすごいよね。ちなみに、いくら分、これ、とりあえずいくらで？これは、ヨネックスの福袋なんですけど、はい、これ3万。これ3万。はい、それ3万と2万があります。3万と2万の福袋があります。あとね、めちゃくちゃ入ってる。あと、水野だったり、あ、いろんなメーカーが。スポーツだったり、いろいろあります。はい、これ3万以上のものは、これ入ってるってことですよね。もちろん、めちゃめちゃ入ってます。じゃあ、楽しみにしていてください。ぜひ、ぜひ。動画でもう、やってるので、ちょっと見てみてください。Kスポーツチャンネルは概要欄の方に貼ってありますので、はい、ぜひチェックよろしくお願いします。チェック、チェック。はい、ということで、この動画がいいねと思う方はグッドボタンを押します。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンを押します。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。せーの、バイバーイ。ありがとうございます。です。すごいね、この動画いいなって。